コメント読みのコーナー、パチパチパチ、パチシエタウンみたいなところで生まれてたらよかったな、だって。おいおいおい、毎日事件だぞ。大変だよクラズノ。真実はいつも一つ。それは名探偵コナン。皆さんどうも、パチシューです。チャ。皆さんどうも、シエルです。チャ。シエル、今日はさ、森を冒険してるんだよね。そうだよ、今私たちは森にいます。進めないな。すんげえ森だな。すんごいよね、ここら辺。なんかあるかな。まあでもさ、たまにはこういうのも。うわ、シエル、ちょっと待って、危ねえ。あー、ひててて、シエル大丈夫？シエル、ういてててて、てあ、どこだここ。シエルン、シエルン、起きて。あ、痛い。あ、ここどこ、あれ、私、あれ、いや、シエルン落ちちゃったんだよ。俺助けようと思ったら助けらんなくて。そうなの。うん、おい、ん、でかっ。あのでっかいオオカミが喋ってんのか。そんなオオカミ喋らないでしょ。まあ普通喋ないよね。お前ら、怪我の具合はどうだ。怪我の具合大丈夫か。え、どういうこと。お前らが崖の上から落ちて倒れるのを見た。え、それ助けてくれたってこと。そうだ。この狼が優しいなと思ったら、チャンネル登録と動画の高評価、コメントしてね。すごい、助けてくれた優しい狼さんなんですね。すごく大きいけど。大きいね。俺はこの森を治めている王だ。人間の言葉も喋れるんだ。他の狼は喋れない。喋れない。うわ、すごい、めちゃくちゃ王様じゃん。王様だ、動物の王様。かっこいい。ちょっと照れてる。ちょっと照れてる。ちょっと照れてるぞ、なんか急に可愛くなった。とりあえず保護はしてやるが、その見た目では他の狼たちが怖がる。あー、そうか。どうにかならないか。どうにもならないよね、俺らシエル。どうにもなるんだな。なるの。ちょっと待ってね。あー、あった。あった。わんわん風呂が。まあ、わ、すごい、なにこれ。お風呂入んのこれから。そう、ここ入って、うん、そして想像するのです。自分が狼になる姿を。みんなも想像してね。うわ、すごい、うん、わお、狼みたいになってるじゃん。なったでしょ。俺もなってる。なってるよ。そう、本当だ、狼みたいになってる。よし、これでどうですか。これでどう。ギリギリ。ギリギリ、ギリギリだって、シエル。ギリギリか。まあでもギリギリセーフってことだね。こっちに来い。よいしょ。はい、何ですか。俺にスリスリするんだ。あ、匂いね。匂いつけるってことか。シエルやった方がいいんじゃない。シエル得意じゃん。スリ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 、私の匂いをスリスリスリ。俺の匂いをスリ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 。これ何。これでお前たちは狼の匂いがついた。まあこれでギリギリセーフだ。これでギリギリセーフになった。よかった、よかった。王様の名前は。そういえば俺の名前はローガ。ローガ、かっこいい。かっこいい。今までさ、出会った人たちみんな名前ヘンティコリンな人多かったからさ。まあ確かにね。これでしばらくは大丈夫だろう。傷が癒えるまで狼たちと過ごすといい。一緒に暮らしていいの。いいぞ。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。わおーん、わおー。あ、見て見て、いっぱいいるよ。わ、すごい。大丈夫かな、襲われないかな。ちょっと行ってみよう。話しかけてきて、シエル、行ってみて。うん、行きます。わおー。なんか思ったのと違うよ。なんか違う子いる。鳴き声違うよ。なんかカエルみたいな鳴き声だよ、この子。あの子と友達になりたい。あ、行っちゃった。なんかなかったっけ、翻訳こんにゃくみたいなやつ。ある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 。なんだっけ、こんにゃくじゃんがじゃんがん。これ食べたら狼の言ってることわかるんだよね。わかるよ。よしよし、一緒に食べよう。いいよ。はい、いただきます。いただきます。よし、これでわかるかな。ちょっと話しかけてみてよ。話しかけてみよう。狼さん、あれ、俺右から来たから左後ろだった。わかるわかる、言ってることが。狼さん、こんにちは。あ、でもあっちからいい匂いする。マジでただの犬みたいだわ。うん、ほんとだね。あ、ほら、こっち見てる子いるよ。ほん
とだ。おい、お前らこっちついてこい。お肉くれんの？いいもの見せてあるけど。あ、でもこれね、どっちか忘れちゃったから。ね、結構みんなバカだね、シエル。いい匂いする、いい匂いする。ここ掘れ、ワンワン。ここ掘れ、ワンワン、ね、みんなバカなんだけど、シエル。まあまあまあ、人と比べちゃいけない。まあ確かに犬の脳みそか、ほぼね。狼の脳みそだもんね。うん、変わった子ばっかりで楽しいね。まあ楽しいね、うん。じゃあちょっとしばらくここで暮らそう。暮らそう。そういえばさ、シエル、最近あのローガ様さ、姿見せないけど大丈夫かな。キングだからたまにしか顔見せないんじゃない。そうなのかな。でもなんかちょっと胸騒ぎするんだけど。ここら辺にいつも寝てるって言ってたよ。あ、ほんとだ、いるいる。ほらこっち、ほら。あ、ほんとだ。ローガ様、こんにちは。はあ、お前らか。具合悪いの？まあちょっとな。しばらく迷惑をかけるかもしれない。迷惑？どういうこと？動けないの？まあ動けない。もう俺も御年232。そっか。シエルン。ん？なんかさ、回復薬とか作れないの？シエルン。回復薬か。今作ったる。できるでしょ、シエルンだったら。作ったる。ちょっとおケケもらいますね。毛をもらうの？そんなんでできんの？一緒。痛かった？もうあまり感覚がないんだ。やばい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 。早く助けてあげないと。今鼻効くから、私鼻で家まで帰ってちょっと作ってくる。その間パチ君しっかりしてね。うん、わかった、任せて。うん、狼たちのことは任せてよ。俺がまとめるから。わかった。じゃあローガ様、ちょっと待っててください。すまない。行ってきます。行ってらっしゃい、ジェロン。気をつけてね。うん。でもこのままじゃまずい。なんで？もうすでに狼たちや他の動物たちが混乱している。支持する人がいなくなっちゃったからってこと？そうだ。わ、どうしよう。川の氾濫とかも止めないといけないし。そういうのも止めなきゃいけないんだ。パチシュ。何？お前は見るところによると頭が良さそうだ。うん、めちゃくちゃ頭いいよ。悪そうだ。悪くないよ、大丈夫大丈夫。まあリーダーシップがあると信じよう。リーダーシップはある。大変な3人をまとめてるから。俺の代わりにこの森を治めてくれないか。え、俺が王様の代わりに王様をするってこと？俺が元気になる、もしくは次の王が決まるまででいい。わかった。じゃあ俺がみんなに指示を出すよ。頼む。俺に務まるかな。でも任せて、なんとかまとめてくるよ。じゃあすまない、もう俺は今日休むよ。ゆっくり休んで、俺が行ってくるから、はい。じゃあ行ってくるね。ちょっとみんな聞いて、集まって。見えない、どこ？ここここここ。王様がさ、大変なことになってるのはみんな知ってる？どうなったんですか？具合が悪くて、今寝込んでるんだよ。だから、俺が代わりにこの森を治めるから。何言ってんだ、新参者に任せられるのか。大丈夫、任せて。王様の命令だよ、これは。でも不安です。大丈夫大丈夫。ちょっと待った。ん？ちょっと待った。何？僕は認めないよ、君が王の代わりなんて。いや、だって王様の命令だもん。俺が王様の代わりはやるよ。いや、認めない。みんなも本当は認めてない。俺と戦え。喧嘩？喧嘩なんか一番しちゃいけないんだから、やらないよ。戦え戦え。次の王になるのはこの俺だ。いや、カッコつけるなよ。いや、次の王になるのはこの俺だ。だ、カッコつけるなよ。カッコつけなくてもいいだろ。いいよ、じゃあ決闘しよう。しよう、戦おう。戦おう。勝った方がじゃあ本当の正式な王様ってことだね。そうだ。よし、わかった。行くぞ。ま、ちょっと待ってて。確かここにシエルの道具があった、あった、あった。よしよしよし、決闘しよう。おい、お前それずるいだろうって。何が？まあ狼の中でも頭がいい僕ですから。さあ勝負しよう。かかってこい。この俺がこの森の王になる。狼に。だだだだだだだ。わお、ガルバルガル。よし、俺の勝ち。これで本当にこの森の王は俺だ。ちょっとさ、協力してほしいことがあるんだ。うん、なんだ？この後、森の川が氾濫するって言ってたんだ。そろそろだな。でしょ？川にいるビーバーたちに言ってさ、ダムを作るように指示してきてよ。わかった。川にいるタヌキたちに指示しよう。いや、違う違う、ビーバーね、ビーバービーバー。タヌキじゃない、ビーバー。ビーバー？うん、ビーバー。ビーバー！大丈夫かな。よし、川の氾濫も抑えられそうだな。これで平和になったかな。なんか匂い嗅いでるやつがいるぞ。お、何やってんの、ジエル。こんなところで。見つけた見つけた、よかった。一緒
生懸命パチくん探したよ。いやいやいや、匂い嗅いでくれたの？うん、匂い嗅いで探したよ。よかった、見つかって。ほら、パチくん。何？あ、回復薬？そう、これは回復薬。これを、ローガ様に。どうしよう、生きてるかな。やばい、急がないと。行こう。ローガ様、ローガ様、森の方は全然大丈夫ですよ。俺が収めました。もう会話もできないぐらいになってるよ、シエルン。やばい、ローガ様、お薬作ってきたの。もう早く飲ましてあげた方がいいじゃない、それ。はい、どうぞ、ローガ様飲んで。まずって言った、今まずって言った。飲んだ、全部飲んだかな。よし、シエル、パチシュ、よかった、よくなったの？ドブ水みたいな水飲んだ夢見たぞ。違うよ、回復薬作って持ってきて今飲ませたんだよ。それでか、なんかすごい力がみなぎってくる。これで俺はまた王の地位に戻る。パチシュ、ありがとう。よかった、戻って。じゃあ、あとは任していいかな。俺らそろそろ帰らないとね、シエルン。そうだね、もう傷も癒えたし。うん、ちょっと寂しいけど、じゃあ帰ろうか、シエルン。うん、助けてくれてありがとう。貴重な経験させてもらったよ。寂しいけどバイバイ。うん、機会があったら遊びに来るよ。ああ、いつでも来い、お前らなら大歓迎だ。本当にありがとう。ああ、帰ってきたね。うん、帰ってきた、我が家だ。ああ、すごい経験したな。でもちょっと寂しいね、やっぱりね。うん、王様とみんな元気かな。元気に暮らしてるといいんだけどね。うん、わおパチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。